はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。はっちゃん様、柴犬花様、ご支援ありがとうございました。多分柴の花ちゃんっていう子を飼ってる方なんでしょうかね。はっちゃんもわかんないな。ひょっとしたら犬とか猫の名前かもしれないな、なんて思いまして、ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。皆様ありがとうございました。今日はメール党員さん限定忘年会、後ほど来られる方はよろしくお願いいたします。世界規模で、パソコン版ツイッターに不具合、勝手にログアウトされてログインできないという、負傷障害が発生しておりました。スマホ版は異常ないらしく、多くの人は気づかない模様という。私も起きたらログアウトされてまして、ログインできなくて、ちょっと中毒ではないんですけれども、DM 使ってんで、支部長さんとの連絡なんかにね、応じをいたしました。昼過ぎに復帰しましたが、一瞬ですね、私、ツイッターに残れたパヨ社員のテロが、疑ってしまいました。まあ、そのぐらいやりそうですよね。増税前に防衛費上げるための増税前に削るとこあんだろうという意見にですね、やっぱりですね、男女共同参画予算削れであるとか、コラボみたいな怪しげな NPO 法人への助成金削れとか、外国人生活保護を廃止しろ、留学生優遇を廃止しろ、なんていう意見が多数出てきておりまして、皆さんやっぱり同じですね。やっぱしですね、防衛のために金足んねえから増税しますでは騙されないぐらい世間が賢くなっているというのを実感してますけれども、これがテレビ新聞しかない時代は素直に騙されて財務省のやりたいようにやれてたんだろうな。未だに言ってんもんね、財務省目覚めなくて、国民一人当たりの借金とか言って国債、900万円だなんつってね、それ資産だから、国債買ってんのは銀行預金だから、銀行預金に金預けてるのは我々ですからね。資産を借金と無理やり言いくるめるのは、これは無抵抗憲法、日本人は無抵抗で黙って殺されてるっていう9条ですね、平和憲法って言うぐらいめちゃくちゃな嘘だな。それに世間は気づいてきてんですよ。今後は騙せなくなりますよ。世間は、ちゃんとやんないとね、という話であります。皆様はどこに初詣行かれるんでしょうか。都内の神社仏閣に異例の張り紙、賽銭は100円以上でお願いします。金融機関が小銭入金手数料を取るようになったため、今年からですね、今年の初めからゆうちょもやるようになっちゃった。あと民間の銀行もやるようになっちゃった。例えばゆうちょにですね、1円玉を51枚入金すると550円手数料取られんだって。で490円の赤字となるっていう、これゆうちょにただ寄付しているようなもんじゃないですか。なんかおかしいぞっていう話で、ちょっとこの手数料も見直し必要じゃねえかって思うんですけれども、まあ総務省はやんないんだろうな、天下り詐欺だもんな。東京新聞は通ってないでこういう報道してりゃいいんだよ、私思いました。だそうですので、皆様は、お賽銭は、100円玉で、やってあげてください。この問題は、都内だけじゃないんでしょうね。ゆうちょが、東京だけ手数料取ってるっては考えられませんので、まあ、全国的な問題なんだと思います。口座に入れられない小銭って、どうすんだろうね。毎日せっせっせっせと、スーパーやコンビニで使うにも、限度がありますよね。まあ、コンビニだって嫌がりますよ。10円玉、100枚出して、1000円ですって言ったって、数えるの大変だもんね。遅いが朗報。コロナを感染して2類から5類へ変更。重症化率、致死率ともにインフルエンザを下回ったと発表。屋内でのマスクも原則不要にするっていうことも考えられている。まあ、インフルエンザ、コロナ以前はインフルエンザなんぼでもありましたけれども、マスク、みんなマスクね、いうことなかったですもんね。まあ、これは、不要だよって言っても、つけてる人はつけてんだとは思いますけれども、今みたいにですね、小学校の体育の授業で、マスクしたままマラソンさせるとか、そういう狂気は、なくなるんじゃないかな。ネットなのです。ようやく脱マスクか。率は分かったけど、絶対数は。
言うて前から冬はマスクしていたから、知り合いでかかった人はだいたい2日で熱下がって治ってた。強制休養やめるということ、ゴホゴホしながら職場に来るのは勘弁、全くだ。風邪でもインフルでも、うつすと迷惑だから根性で来んだよな職場にな。日々の健康に気をつけてりゃいいんだよ。コロナよりインフルエンザの方がきつい。ソースは俺。まあこの人はあの40度ぐらいの熱が2日ばかし続いて参った。私もですね、あの2016年の、玉上さん都知事選の後にインフルエンザになりまして、3日ばかし、40度の熱出しまして死にそうになった覚えがあります。暖かくなっても収まらんのがインフルとの違い。あ、そっか、なるほどな。真夏とかあのインフルあまり効かないけど、コロナは真夏でもあのかかんのが、それが違いだな。調整に入った、そうなので、まあ、あのそうなるんでしょうね。検討っていう時期が過ぎまして調整に入ったですから、まあそうなるんでしょう。時期は分かりませんけれども、重症化も死亡率もインフルより軽いってことなら、今後はインフルを恐れるべきなんではないか。少なくとも寒い時期は、コロナ以前のインフル死亡者は年間約1万4000人でした。コロナの、あの死亡者は水増しされててですね、例えばですけど車にひかれたと、であの死亡した人がいたと、その人が陽性だったと、その場合はコロナで死亡って数えてたんですよ。厚労省のあのバカどもがなんかそういう風にあの通知出してね、なんでそんなことやってたのか今となっては不明なんですけど、これはあのコロナの被害を水増ししてですね、多くの予算をかっぱらおう、思ってた厚労省の悪巧みであったのかな。今はそんなこともネットでバレ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 るようになりましたんで、昔みたいにあのやりたい放題はできねえがんな厚労省この野郎という話です。これが復活するんでしょうかね。インフルエンザの1万4000人毎年ぐらい死亡してたって、それともあのマスク、コロナが5類になってもみんなマスクつけるのはやめないで、店舗でのあのアルコール消毒入る前にシュシュってやる、これが効いて1万4000人より減るんだろうか。今後はワクチンも治療も自費になる、みたいですけれども、5類になったらの話ですけど、熱出ても会社休まない人がゴホゴホすんのは勘弁っすね。私ね、肺がんの手術したすぐ後、豊島区議会の議長と副議長に呼びつけられて、公明党は、まあ、副議長も公明党の人で、公明党は張ってても議会には来ることになってんですよって、いばられちって、どや顔されちって、その頃ね、私、背中をがっさり切ってて、もう歩くのも痛くて5センチ、歩幅5センチですよ。痛くて痛くて。歩幅5センチでしか歩けねえかったのに、そんなこと言われて、こんなやろって、憎く思いました。許さねえ。どうせ瞳の痛みなんてわかんねえんだろうな、こいつにはな。毎日、毎朝、毎晩、拝んでても、そんなのはわかんねえんだっぺな。何ドヤ顔してんの、この野郎。で、憎く思った覚えが、殺意が湧いた覚えがありますけれども、もう、ごほごほ初めて熱出したら、会社休めって、その会社全員かかっちったらどうすんだって話なんですけどね。五類にすんのはいいんですけど、中国が万歳した強毒型が心配。中国政府万歳しましたわね。もう何の制限もない。海外にも自由に行ってもいい。研究すんな。ゲノム解析禁止。新しい株の、もう万歳した、諦めちゃった強毒型が心配ですね。やっぱり入国させんなって話なんですけど、ブルームバーグ報道、ミラノ保健当局発表、中国から2機の乗客の約半数がコロナ陽性だった。イタリア政府はそれを受け、直ちに中国から渡航者全員の検査を命じた。だそうであります。まあ、ミラノはやってたの、ミラノ空港では、検査やってたんでしょうね。中国から来たなんて言うとね。そしたら、びっくり。半数以上が感染してた、いう話で、残り半数は検査に引っかかんにかっただけで、いずれ発症するんじゃないか。全員かかってんじゃねえの。ネットの反応です。これはバイオテロ。
また振り出しに戻るんか。わざとやってんだろこれ。これって初期と同じ構図やんか。早く入国拒否しないと。残り半分も機内で感染してるから入国後に発症するやろ。また春節でばらまいてパンデミック。こいつら海外の医療機関を使う目的で来てんだろ。世界中あちこちに迷惑かけてんな。3年前と同じだな。自分の国でじっとしてらんねえのかお前らは。2月の春節までに5類にすればですね、自費治療ってことになりますけれども、まあ、隔離とかも、税金でやんなくなりますけれども、来日した中国人ね、自分の金で治療な、そんなのやんのかな？ゴーゴーして、銀座とか歩き回って、買い出し部隊、何パブロンゴールド、何個も何個も買ってって、お仕事で来ましたんですね、転売屋、頑張ってやっちゃうんじゃねえの、こいつら。徘徊する未来しか見えませんよ。やっぱり、アメリカ同様、入国禁止がいいと思います。山口代表公明党、29日から韓国に行って外務大臣と会談してきます。総理に報告。ネットの規制里帰り、カルト対カルト。こいつ中国と韓国にしか行かないのな。もう戻ってこなくていいぞ。統一も学会も学術会議も滅びていいぞ。年末年始の慰安旅行でしょうか、肝。この人は金と女にやられてるそうです。とある情報、とあるところからの情報ですけど、この人、金と女でずっぽり。毎朝毎晩拝んでもダメなもんはダメなんだね。人間性っていうか、そういうね、ものは変わらないんだな。救われないな。雲の糸って小説思い出しますけれども、山口、日韓関係の進展に向けた環境整備を行いたい。竹島泥棒の敵国に、また余計なまねしてんじゃね。日韓関係なんか進展せんでええんね。疎遠からの断交、それから竹島奪還っていうのが、両国のあるべき姿なんじゃないの？敵国なんだからさ。どうも我々と公明党には認識の断絶があるみたいで、多分永遠に埋まらないんでしょうね。この水はね。埋める気なんかねえですけれどもね。だん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 学会も詐欺細ってってね、670万票から618万票。次は600万票。切るんだろうな。全国比例票ですけれども、国政選挙の全国比例票ですけれども、まあまあこれが学会の勢力って見てはいいと思いますけれども、次の選挙どんぐらい減るか楽しみですね。600万票は切ってほしい。こちらもですね、主力は団塊世代っていうことなんで、共産党と一緒で、主力が団塊世代ということで、まあまあ新しい人入会オルグできてねえみてえなんで、だってできてたら減らねえもんね。670万票のまま、そのまま欲張りしていくでしょ。自然にさ、減ってもさ、信者がさ、新たに獲得できてれば横ばいするでしょ。それが減ってんだから、2、3年で50万人減ってんだから、50万票減ってんだから、次の選挙でどんぐらい減るのか楽しみだな。よくよくね、地方議会ですね、自民と公明党の仲良しさん見ると、あ、これ無理やり引き離すの無理だな。公明党が消えてなくなれば、自然と連立解消できるなんて、思っておりましたけれども、まあ、その時期がなるべく早くなるようにですね、私も公明党の悪口言い続けようと思っております。根性悪いな、私も。根性いいなんて一言も言った覚えないですけど、議員になる人は、あれですよ、いい顔したいっていう欲求がすごいから、そのためにですね、綺麗事に飛びついて、綺麗事に騙されて、SDGs だ、持続可能な、よくも上がりもしねえくせに、飛びついて賛成しちまうから、最初からですね、私は悪い人間です、人間のクズですって、名乗っとけばいいんだよね。そしたらさ、格好つける必要もねえんだからさ、リアルな、これがこうなって、これがこうなって、考えてって、いい顔する必要なんかねえっつうの、議員なんかさ、って、いうのは私の持論。ですけれども、だから議員になりたい人は最初から悪ぶる俺いい人じゃねえから全然、俺みたいな根性ねじ曲がった人間そうはいねえからって言っとく。いい人はぶんだって話ですね。人の金で、だいたいね、自分の金でいい人ぶんでたらいいですけど、外国人かわいそうだからなんつって生活音を上げましょうなんて、自分の金でやるってそんなの、そんなかわいそうだったら
自分家で引き取れ、まずは山本太郎この野郎、というような感じであります。メール当院さん大募集であります、たまに、メール当院さん限定の、懇親会なんかも開催いたしますので、動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご応募ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。